主の御名を高く賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。皆様で購読文を読み交わしましょう。苦難の日に主があなたにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。主があなたの願い通りにしてくださいますように。あなたのすべての計りごとを遂げさせてくださいますように。
私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。今こそ私は知る、主は油注がれたものをお救いになる。主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに、私たちに答えてください。お祈りいたします。天におられる全能の父なる神様、主の尊い皆を賛美いたします。主よ、子どもたちの学校教育をありがとうございます。学ぶ場所、そして時間を主が与えてくださいました。そして卒業するこの説明をありがとうございます。今日は主の助けを覚え、特別に感謝する日です。学校での楽しい時や勉強での苦しい時、神様により近くなるようにと教えられるように、一人一人の子どもたちのためにお祈りいたします。イエス様はいつもそばにいている友達だよと声が聞こえるように、一人一人を主のそばに引き寄せてください。日々の不安があります。どうぞ信仰を与え、主に任せる心に変えてください。これから社会に出ていく、働くときに試練に耐える信仰を与えてください。私たちの日々の生活を守ってください。アメリカで生活する移民一世である私たちを続けてお守りください。あらゆる悪の攻撃より守ってください。病気の人のためにお祈りします。体調が整えられ、痛みが和らぐようにお願いいたします。仕事で悩んでいる人には、仕事が、また問題が解決されるようにお願いいたします。学生には知恵と知識を与えてください。私たちの教会、この小さな群れ、日本語部を守ってください。インターネット礼拝を通し、主の福音のメッセージが届きますように、信仰の種が植えられますようにお願いいたします。すべてを主に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書を拝読させていただきます。ペテロの手紙第一、五章、五節から十一節。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすれば、かの時には、高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちも、この世で同じ苦しみに遭っているのです。
それはあなた方も知っている通りです。しかし、あらゆる恵みの源である神、すなわちイエス・キリストを通して、あなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとして強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がいよいよ限りなく神にありますように。アーメン。これは神様の御言葉です。私の小さな頃からの夢は獣医になることでした。物心ついた頃から生き物が好きで、小学校の時にはトカゲやアゲハチョウの幼虫を学校の帰り道に見つけては拾って帰って育てたりしました。大学を卒業し、獣医学部に無事受かり、獣医学生としての生活がスタートしました。最初はワクワクな気持ちでいっぱいでしたが、それと同時に今までに経験したことのないくらい大変な日々が続きました。最初の2年間は動物と触れ合う機会はあまりなく、中間と期末テストのための勉強と授業についていくので必死でした。3代、4代の時も十分勉強は大変でしたが、それには比にならないくらいの勉強量でした。ストレスに負けた私は毎朝3時に目が覚めてしまい、心臓がバクバクして涙が止まらなくなるという生活が数ヶ月続きました。体力的にも精神的にも限界だったので、学校を休学することを選びました。その時の挫折感と不安感は今でも覚えています。希望の4大にも獣医学部にも受かり、何不自由なく生きてきた私にとって初めての挫折経験でした。この経験から学んだことは、自分の我の強さとプライドの高さでした。獣医学部は卒業さえできれば、獣医になった時に成績なんかあまり関係ないということを頭では分かっていても、クラスの人から頭がよく思われたい、クラスのトップになりたいという感情を抑えることができず、結果的にその感情が自分を追い込むことになったんだと思っています。今思えば、これが一番最初に神様が私に語りかけようとしていた時なんだと思います。ペテロ5章5節から6節にこのように書いてあります。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。
皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうどいい時にあなた方を高くしてくださるためです。神様はプライドの高い人や謙遜しないものを好みません。そんな我の強いプライドの塊である私の頭をガツンと打ったのが神様でした。それから1年後、学校に戻る決心をしました。また同じように朝涙が止まらなくなったりするのではないかという不安はありました。でも前の経験から得た神様の教えを忘れないように、神様の前で謙遜であるように心がけました。ペテロの手紙第1、5章7節にこう書いてあります。思い患いは何もかも神にお任せしなさい。神があなたのことを心にかけていてくださるからです。テスト前や勉強中にふと不安になる時も、すべて神様に委ねるということを心がけました。それから2年間は何事もなく、無事に学校生活を送ることができました。自分が思っていたよりも成績も良く、やっぱり神様は素晴らしいという感情よりも、自分やっぱりやればできるじゃんという感情に変わっていきました。すべてがうまくいっていると思っていた頃、3年生になり、ある日突然パニック発作が起こりました。最初は何が何だか分からなく、いきなり込み上げてくる不安な感情と息ができない恐怖で何もできなくなりました。いつ発作が起こるかわからない状態だったので、日常生活にも支障が出始め、友達にも気軽に会えなくなり、学校までの運転もできなくなりました。病院に行ったらパニック症候群だと診断されました。その時の私が何よりも怖かったのは、また学校を休学しなくてはいけないのか、またあの挫折の気持ちを味わわなければいけないのかということでした。この時、人間の無力さを感じました。お医者さんは神様ではない。薬も効くかわからない。でも学校を休学するのはもう嫌だなど、いろいろな感情がこみ上げてきて、絶望的な気持ちになりました。自分が獣医になることを神様が反対しているのかもしれないとまで思いました。でもこの時です。前の経験で少しは神様に近づいたと自分では思っていたけど、神様からしたら全然だったのです。私はクリスチャンホームで育ち、生まれた時から教会に行っていましたが、教会に行くことは学校に行く感覚と一緒でした。神様の存在を疑ったことは一度もありませんが、これといった試練もなく生きてきたので、神様との距離が縮まったこともありませんでした。パニック症候群だと診断された後は薬も試しましたが、自分の体には合いませんでした。カウンセラーも何人も試しましたが、あまり改善されませんでした。でも毎朝5時に起きて、30分歩いた後に聖書を読み、祈るようにしました。そして自分が気に入った聖書の箇所をノートに書いておくことにしました。これがクリスチャンでありながらデボーションをしたことがなかった私に、神様がいただいてくださった神様と近づくきっかけです。その時に読んだ聖書箇所で何個か自分が救われた箇所があるので紹介します。箴言16章1節から3節、人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがつくづく純粋だと思う、しかし主は魂の値打ちを図られる。あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。最初私は自分で病気をどうにかしようと考えました。自分で医者を探し、薬のことも自分で調べ、処方してもらって試しました。ですがどれも私の病気を癒してくれませんでした。そこで私は神様に全てを委ねることを決めました。自分の信仰を見つめ直すこともしました。そして神様に近づく努力をするようになりました。次に詩篇107章6節から9節、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町に向かわせてくださった。主に感謝せよ、主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。
神様は人間の私たちには考えられないほどのことができます。治らないと思っている病気も簡単に治したり、痛みを取り除くことができます。最初は医学が全てだと思っていたけれど、神様はこの経験を通して信仰が全てだということを私に教えてくださいました。時間はかかったけど、徐々に私の症状は軽くなり、元の生活に戻れるようになりました。学校側ともたくさん話をして、休学は避けることができました。前は1ヶ月に数回起こっていた発作も、今では薬もカウンセリングもなしで1年に1回発作が起きるか起きないかまで良くなりました。心療内科の先生も、普通は治るまでもっと時間がかかるんだけどな、どうやったらこんなに早く治るのか、論文を書きたいから教えてほしいよと言われたほどです。そして先月、無事獣医学部を卒業することができました。普通の人よりも時間も苦労も倍かかりましたが、神様が私に用意した試練であり、この経験を通して私を成長させてくれた神様に感謝しています。一つ、私がパニック症候群で不安な日々を過ごしているときに、神様と約束したことがあります。それはこの証をすることです。そして今日、こうして神様とした約束を守ることができました。最後に、ヤコブ1章2節から4節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。人生には試練がつきものです。私もまた7月から獣医として働き始めたら、考えても見なかった試練をたくさん経験すると思います。でも私たち人間の力ではどうにもならないことも、信仰を持って神様に委ねれば乗り越えられるということを忘れないで歩んでいきたいです。ご起立できる方はご起立ください。
今日は卒業礼拝でした証を聞くことができ感謝いたします。本当に私たちは学校の勉強がどれだけ大変か、特に英語でするのは大変ですよね。でもそれが終わって、さあこれから仕事だというとね、もっと大変なことが起こるんです。さっき証でも言ったように、これから大変なことがまた起こります。人生はそれの繰り返しです。でも神様の恵みがもっとたくさん注がれます。祈ると神様の守りがあるんです。そしてね、私たちは子どもたちのために祈り支えます、助けます。でも助けられない時がたくさんあります。祈って神様に助けてもらうようにサポートするんですね。だから続けて皆さんも若い子どもたちのためにお祈りしてほしいと思います。それでは祝祷です。願わくば主があなた方を祝福して守られますように。願わくば主が見てを御顔を持ってあなた方を照らして恵みを注がれますように。主が御顔をあなた方に向けて平安を、心に平安を、心臓がバクバクしない平安を賜りますように。アーメン。